で、リオちゃん、あやかちゃん、みーひちゃんがこちらですね。なんか可愛いな。あやかちゃんは鼻のところがあやかってなってて。こんにちは、トゥエッティトゥーブニダーポテです。ということで今日は NiziU オフィシャルファンクラブ WiziU2 年目の更新特典が決定で、ということでね、こちら速報動画となっておりますね。こちらですね、まあ今読んだんですけども、 NiziU オフィシャルファンクラブ WiziU の2年目の更新特典が決定ということで、メンバーがデザインしたステッカーを含めたセットをお届けします。あざーす、あざーす。ということで、こちら見ていきましょうよ。はい、NiziU オフィシャルファンクラブ WiziU グランドオープン2周年更新特典決定ということで、2022年12月2日に NiziU オフィシャルファンクラブ WiziU がグランドオープン2周年を迎えます。これまでずっと NiziU を応援していただき、本当にありがとうございます。更新いただいた WiziU 会員の皆様へ感謝の気持ちを込めて、更新特典をお送りさせていただきます。2022年度の更新特典はメンバーがデザインしたステッカーを含めた下記のセットに決定いたしました。ということで、デザインあんのいいね。これメンバーがデザインするのやっぱ一番いいわ。うん、結局、ね、そのメンバーの愛が込められてるからね、そこには。うん。で、更新特典セットの内容がね、こちら、ペンケース、ホログラム缶バッジ、ステッカー、メッセージバイニデューということで、4つですね。で、写真がね、こんな感じとなっております。はいはいはい。箱はね、前回と同じ感じかな。まあ、このチャンネルね、この二重付き集まれ22では、前回の更新特典だったり、もう最初のね、入会特典だったりを紹介するっていう動画も上げてるので、ぜひ見てほしいんですけども、その前回の入会特典の時はこちらでしたね。はいはい。これまあ、開封動画も上げてるので、詳しくはそちらの動画をご覧ください。まあ、前回はね、こんな感じで、ステーショナリーセットって言って、まあ、文房具がね、主なあれとなっておりました。で、今回今年はこちらということで、これさ、ペンケースもさ、なんか透明なクリアペンケースみたいになってて、これあれじゃない、学校とかに持ってったらおしゃれなんちゃう、これおしゃれなんちゃう、これで WiziU ってなってて、うわー、 WiziU の友達見つけたってなるやん、これ。うん、それもいいよね。 WiziU、うん、友達をね、増やすためのツールになりますよね、この二重系のね、グッズとかって。で、ホログラム缶バッジ、これすごいね。もうなんていうの、昔の、今もか、ポケカとかさ、デュエルモンスターズ、遊戯王とかのめちゃめちゃレアなカード。うん。それを見てる育ってるから、レア感がすごいね、これ。うん。レア感がすごい、この缶バッジ。このかなりレアな缶バッジもね、もらえて。で、最後、メンバーがデザインしたステッカーということで、はい、こちら、まこちゃん、りくちゃん、りまちゃんのやつかな。まこちゃんは、ちょっとなんだろう、これ、地球儀、なんか文房具みたいな感じのデザインになってて、りくちゃんは、大きい R って文字に、IKU でね、りくっていう感じになってて、で、りまちゃんはもう面です。ですね、ラーヌちゃんの麺のやつで、リオちゃん、あやかちゃん、みーひちゃんがこちらですね。なんか可愛いな。あやかちゃんは鼻のところがあやかってなってて、リオちゃんはもうシンプルに可愛いデザインのNiziUのね、リオちゃんも書かれてますね。で、みーひちゃんが、これはなんだ、みーひちゃんもなんかシンプルに可愛いデザインの、これなんなんだろう。みーひちゃんのサインにうさぎちゃんの人参だったり、他なんだこれ、ちょっとわかんないな。これ何をモチーフにしてるんだろう、これ。ちょっとぜひわかる方いたら教えてください。これ可愛いな、マジ。ステッカーとしてめちゃくちゃ可愛い。で、最後これね、まやちゃん、まゆかちゃん、になちゃんということで、まやちゃん、まやちゃん、ブルームーンをちょっと匂わせてますね、これ。まやちゃんいいですね。で、まゆかちゃんは MYK って書いてあって、まゆかって書いてありますね。これもなんかいいな、このチェックのシンプルな、チェックっていうのか、これは白と黒でいい感じになってますね。で、になちゃんはサインっぽくね、こうデザインされたやつにきなちゃんがいますよという、いい更新特典ね、これいいんですよね。これ毎年来るからね、これもこれがどんどん溜まっていくって感じなのかな、これ。箱がね、同じだから、逆にいいね。箱同じだとなんかこう、いいね、これ、うん。なんか伝わる今。なんでいいか伝わる、なんかいいよね、うん。うん、いいよね、うん。で、こちらのね、更新特典発送対象が、WiziU 会員様なんですけども、2022年11月末までにご入会いただき、会員有効期限が12月末から2023年の10月末の会員様、かつ、上記期間内にご更新手続きを完了いただいた方のみ対象です。うん。難しいことわかんないわ。うん。だからどうとかちょっとわかんないわ。とにかくね、12月以降に入会されたらまた別のね、多分来年のやつになっちゃうのかな？ちょっとね、その辺がわかんないんですけども、まあご入
入会付けマイページよりご確認ください。モバイル会員の方は対象外となるので、これお気を付けくださいね。でその他ね、クレジットカード、コンビニ払いのなんか注意事項とかが書いてあったり、まあシンプル注意事項とかも書いてあるので、まあぜひね見てみてください。これやっぱりね、このウィジュー会員になってないともらえないグッズみたいなものなので、これねグッズのレア度で言ったらこれもうかなり高い方、うん、しかもね結構グッズもいいんですよね。これ前回のやつも良かったですし、今回もペンケース、缶バッジ、ステッカーとか、なんかあれだね、学生さんとかが特になんかあの学校とかに持っていけるようなのが多いね、この更新特典って。ぜひねこれ皆さん学生さんの方とかはこれもう学校に持ってっちゃって、これ持ってっちゃってこのウィジュー友達をね増やしちゃいましょう、こちら。うん、でやっぱねこのウィジューのファンクラブに入ると更新特典がもらえるだけじゃなくてね、他にもねあのコンテンツ、ムービーとかね、まあその他もろもろのコンテンツもいっぱいあったり、あと最近ねもうあのコロナも収まりかけてきて、全国ツアーだったりねドーム公演とかがやり始めてるので、そういうチケットもね先行抽選とかもあるので、これねまあこれを機にねもう入っちゃって、今後のねチケット争奪戦とかをちょっと有利に進めていくっていう、うん、これいいこと尽くし、いいこと尽くしです。まあね、入会金がまあ1年ごとに 4,5 千円するので、まあ結構ね、あの一発がでかいなって思う方もいるかもしれないんですけども、まあ、月換算したらね、12で割ったら400円、500円ぐらいなので、まあね、ちょっとね、節約とかして、このウィジューには入っておくのが結構ね、おすすめですね。まあかといってね、別に入ってないからウィジューじゃないとか、もちろんそういうのはないんですけども、まあぜひぜひね、ちょっとでも余裕がある方は、このウィジューのファンクラブ入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、こういう感じで20に関する速報とかももちろんなんですけども、20に関する動画をね、こうどしどし上げておりますので、ぜひぜひ20の方はチャンネル登録をして一緒に20を応援できたらなと思います。ということでエンディング。森タコっていう、あの森タコっていうたこ焼き屋さんのたこ焼きが美味しい。うん、それがやっぱ一番伝えたいことだよね。うん、人生で何が伝えたいか、何を残したいかって言ったら森タコのたこ焼きが美味しい。うん。